28年ぶりに全国への扉をこじ開けた高知尾津高校サッカー部。去年のインターハイベスト8の高知高校や去年の選手権出場の明徳義塾を PK 戦で破っての優勝でした。今年学校創立151年を迎えた高知尾津高校、県内上位の進学校でありながら部活動も盛んな学校です。サッカー部はこれまでに全国大会に8度出場し、インターハイではベスト8に輝いたこともあります。しかし近年は全国の舞台から遠のき、県リーグでも残留争いを繰り広げてきました。チーム力自体はある程度は分かってたんですけど、やっぱり想像以上に随分その自分たちの時代から少し雰囲気が違って、まあ、ちょっとこう極端に言えばサークルのような現状でしたね。こう振り返るのは寺尾拓監督です。世代別の代表選手もいるし、寺尾監督は高知尾津高校サッカー部出身。折り返したグラウンダー、孫山がスルーシュート、クロスバーの上、8番寺尾、2年生。上がってるんじゃないかと思います、ね、1993年尾津のエースとしてチームを引っ張り全国大会へ出場しました。その後社会人クラブチームでも活躍し、2006年から高校サッカーの指導に当たっています。高知西高校時代には冬の選手権で2連覇し、公立校を強豪校に押し上げました。そして去年の春に指揮官として母校に帰ってきました。やっぱりこの学校でもう一度こう全国に行くような、学校にしたいっていうふうに強く思うようになって、それを行動に少しずつ移していったっていうところです。母校に帰ってきて2年目でインターハイ出場を果たしますが、着任当時は練習や集合時間ギリギリにやってくる選手が多く、チームとしてさまざまな課題が山積していました。そこで寺尾監督はピッチ内外の見直しを図りました。部室とか倉庫も本当に一掃して、時間を守るとか服装とか、挨拶とか、少しでも昔のサッカー部に近づけたらなという思いで、そういうふうにチームを変えていきました。サッカー部がグラウンドを全面使えるのは週2日。これまで3時間ほどだった練習時間を1時間弱にし、短い時間で選手に個人戦術を植え付け、強度も求めていきました。やっぱり練習強度が今までと違うし、チーム全体としても気の引き締まり方が全然違うと思います。考えてプレーするようになって、感覚ではなくサッカーっていうのを理解しようとすることが全体でできるようになってきました。寺尾先生が来てくれてから、おもてなしだったりとか掃除だったりとか、そういうところで人間生徒が成長したと思います。練習時間がコンパクトになり、以前より早く帰宅できるようになった選手たちは勉強の成績も上がったそうです。朝7時過ぎ、寺尾監督が監督になってからは朝練を週に 2,3 日取り入れています。いよいよそのクロス、そのクロスで、お前が首を上げるんじゃなくて、あそこに入れよって言わなきゃ。ああいう速いボール出すんだから入れよって。朝練は選手の集中力が増し、コンディションを把握しやすいそうです。
およそ40分汗を流した後、寺尾監督が選手たちを集めました。いかにいいところにパスをつけないと、お前ら 100% なんだから、相手プレッシャー食らってない状況でパスを受けれるんだから、そこからいいパスをいかに届けるかってこと、そんなトレーニングしてたか、1年生2人。そういう意識を持って、自分がボール持つのが怖いとか、どうしようどうしようって、そういう気持ちでセンターバックやっちゃダメ。練習時間が限られているからこそ、一つ一つを無駄にしてほしくない。寺尾監督は熱い言葉で選手たちに伝えていました。放課後の練習が限られた時間と限られた曜日なので、もう朝ボールを触る機会を大事にしようということと、まあゆくゆく受験生になったり、社会人になっても朝を有効活用できるように、そういう習慣の定着を狙いとしてやってます。さらにチーム力強化のために導入したのが、ヨーロッパの名門サッカーチームも取り入れている AI カメラ。試合の映像を自動で撮影し、選手の動きやポジショニングなどのデータを即座に収集解析してくれます。自分ができたこと、それからできなかったことっていうの内容をみんながまとめて送ってくるようにしています。映像はチームで共有し、選手一人一人が試合の振り返りを監督に送っています。選手自身に考えさせることを大切にしています。先月15日に開催された四国大会、検体後に3年生の半分は大学受験などのために引退したため、新たな布陣で四国学院大学香川西高校に挑みました。前半13分、前半のうちに2ゴールを許し、悔しい初戦敗退に終わりました。やはり県リーグと相手はプリンスで、戦ってますので、やっぱその違いが特に前半出たのかなっていうところで、やっぱりそこのビハインドを追いつくことがなかなかできなかった。ウォーミングアップからちょっとこう物おじしてる様子もあったので、まあ、これが全国レベルだよっていうことで、一つ経験かなっていう気はします。はい、インターハイに向け課題も見つかりましたが、頼もしい存在となっているのが今年入部した1年生31人です。 J クラブのアカデミーやクラブチーム出身の実力者が多く、13人が A チームでプレーし、チームに新しい風を吹き込んでいます。自分は小学校の頃に寺尾先生の指導を受けたことがあって、ぜひ将来寺尾先生のもとでプレーしたいと思ったからです。僕が小学4年生の時に寺尾先生が全国に連れて行った高知西高校を見て、僕も公立の高校で寺尾先生と一緒に全国へ行きたいと思ったからです。寺尾先生がいることで、より自分を高めに行くことができると思ったので、大津高校を選びました。寺尾監督の下で学びたい、そんな選手たちが多く集まり、同じ目標に向かって切磋琢磨する、今のオズの強さにつながっています。母校を改革する寺尾監督が目指すものとは。もっと遠いところ見て、遠いところ顔上げて。こう母校ですので、やっぱ冬のサッカー選手権にもう一度出場するということと、やっぱり高知の子どもたちの中から将来日本代表とかプロ選手に子が出るような環境を、我々のチームも一つそのきっかけになって、高知県全体がそういう可能性をこうもう一度作り出せるような、そういうことを指導者として目指しています。寺尾マジックで進化を続ける高知オズ高校、28年ぶりのインターハイで
小津旋風を巻き起こします。